信彦、お願いがあるの。やりたいようにやらせて。京子、わかったよ。自分が思う通りにやればいいさ。私、自分を抑えきれないくらいワクワクしてるよ。一緒にやってみましょうか。3、2、1、ゴー。飛ばすからしっかりついてきたね。頑張れよ、私のスレイティ。絶対いけるからね。どこまでミスしないで攻められるか見せてもらうよ。始まったばかりなのにこの指近すぎる。なんていうパワーだ。さてこれからどうしよっかな。エビの出力は400馬力、私のは320。あいつが追いつくのは当然。これがヒールクライムだったら京子の勝ち。確かに速いけど抜けない相手じゃない。けどこのレースは下り坂だ。ルールは違う。チャンスがある。もう余裕はないけど簡単に負けたくない。ちゃんと見ててね。このレースは光のためだから。このリングなら私の FD だってすごいよ。なんとかついていけてるけど早い。